カイル・マイケル・シャナハンはアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身のアメリカンフットボールコーチ。2015年と2016年は NFL のアトランタ・ファルコンズでオフェンスコーディネーターを務めていた。2008年1月11日、28歳と26日で NFL 最年少のオフェンスコーディネーターとしてヒューストン・テキサンズで就任していた。 父親のマイク・シャナハンは、デンバー・ブロンコス、ワシントン・レッド・スキンズなどでヘッドコーチを務めた。2017年からサンフランシスコ・フォーティナイナーズのヘッドコーチに就任。37歳での就任は、ロサンゼルス・ラムズに2017年に就任したショーン。マクベイに次いで2番目の若さ。父親のマイク・シャナハンが、ミネソタ大学でコーチをしていた時、ミネアポリスで生まれた。 その後父親が、デンバーブロンコスのヘッドコーチをしていた時、コロラド州、グリーンウッドビレッジのチェリークリーク高校に入学した。高校卒業後、奨学金をもらい、デューク大学に入学したが、テキサス大学オースティン校に転校した。大学では、ワイドレシーバーとしてプレーした。在学当時、ロイ・ウィリアムス、セドリック・ベンソン、ボース・カイフェ、マイク・ウィリアムス、クエンティン・ジャマー。 クリス・シムズとチームメイトだった。大学卒業後の2003年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアシスタントコーチになった。翌2004年には、ジョン・グルーデンヘッドコーチ率いるタンパベイバッカニアーズのアシスタントコーチに加わり、グルーデンが1990年にサンフランシスコーティナイナーズに所属していた時と似たポジションについた。2006年に、 ゲイリー・キュービアックヘッドコーチのヒューストンテキサンズの WR コーチに就任した。この時点で彼は NFL のポジション別コーチとしては最年少であった。キュービアックはデンバーブロンコスで父親のマイク・シャナハンの下でオフェンスコーディネーターを務めていた。2007年にミネソタ大学のオフェンスコーディネーター就任のオファーを受けたがチームに残留した。 2008年にマイク・シャーマンオフェンスコーディネーターが、テキサス農工大学ヘッドコーチに就任し対岸した、後のオフェンスコーディネーターに昇格した。2008年1月11日時点で、ニューイングランドペートリオッツのジョシュ・マクダニエルズより3歳、若い NFL 最年少のコーディネーターであった。テキサンズではマット・ショーブ、アンドレ・ジョンソン、エアリアン・フォスターらによる強力なオフェンスを構築した。 2010年1月、父親のマイク・シャナハンが、ワシントン・レッドスキンズのヘッドコーチに就任したため、テキサンズを退団、レッドスキンズのオフェンスコーディネーターとなった。2010年シーズン開幕前に、フィラデルフィア・イーグルスからドノバン・マクナブが加入し彼の、元チームメイトであり、挙手の決まっていない、ブライアン・ウエストブルック加入の噂があるがこれに、対して、クリントン・ポーティス、ラリー・ジョンソン、 ウィリー・パーカーなどタレントが豊富に揃っており、ウエストブルック獲得には消極的な発言を行った。2011年シーズン開始から4試合を3勝1敗で、スタートしたチームが4連敗、2試合合計11得点にとどまるなど、攻撃陣の不振が目立ち、彼に対する批判も高まった。2013年シーズン終了後、父親のマイク・シャナハンヘッドコーチと共に、 レッドスキンズから解雇された。2014年2月1日、クリーブランド・ブラウンズのオフェンスコーディネーターに就任したことが報道された。2015年1月8日、チームフロントがジョニー・マンジールを先発 QB とするよう求めたことに反対し、ブラウンズを去った。2015年1月18日、アトランタ・ファルコンズのオフェンスコーディネーターに就任した。この年、 15勝1敗の成績を残したカロライナ・パンサーズに唯一度をつけたのが、シャナハンのゾーンリードブロッキングによるランで35分ボールを保持したファルコンズであった。2016年、チームは第50回スーパーボールへの出場を果たすも、デンバーブロンコスに敗れた。2017年2月6日、GM のジョンリンチからの昇平でサンフランシスコフォーティナイナーズのヘッドコーチに就任した。 2019年シーズンは開幕8連勝もあり13勝3敗の成績で NFC 西地区優勝に輝いた。第1シードで進んだプレーオフでも勝ち進み、チームでは7年ぶり7度目となる第54回スーパーボールに出場した。スーパーボールではカンザスシティチーフス相手に逆転負けを喫し優勝とはならなかった。ありがとうございます。